こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はヤフオクの発送方法ですね。何を使うか。これについての解説です。仕入れで使うんであっても、不要品の販売でもですね、追跡番号がついて、保証がついている発送方法がいいです。実際の事故ってのは少ないんですけどね。たまたま、その始めた頃の不要品販売とか、あるいは仕入れの時にね、事故に遭ってしまうと、気持ちがへこむと。で、そのね、保証を受けられるとか、しっかり追跡できて安心だっていう料金が、バカ高いんならしょうがないんですけど、本当何十円とかね、100円、200円の差しかないんで、これは安心料ということでね、追跡番号あり、保証付き。この発送方法がおすすめです。で、特に、ヤフオクと黒猫ヤマトが提携しているヤフ猫パックというのがですね、安くて便利です。ただ欠点は持ち込み、ね、ファミリーマートかヤマトの営業所に持ち込まなきゃいけないと。外出らんなくて、集荷頼むしかないという場合には、やっぱりゆうパックかヤマトに、集荷でお願いするのかなという気がします。で、料金。例えばね、宅急便コンパクト。これ専用箱65円かかるんですけど、それにしても安いですよね。60サイズ486円と。ちっちゃなもんだとこれで済んじゃいますからね。東京から東京の場合。で、これが例えばですね、東京から、大阪の人に不要品を売ったとかいう場合でも、かなり安いです。大阪で売った。ね、691円。ちょっと大きなもんでも、1307円とか1112円とかですね。で、昔あった、メール便、これなくなっちゃって、ただね、猫ポスってのができてて、これ猫ポスね、メール便よりいいです。3000までですけど、保証もついてます。だからね、ちょっとした雑誌とか、ね、2.5センチ以下で収まるちっちゃいもんなんかは、猫ポスで送るというのもいいかなと。送料無料にするにしろ、送料ね、別でもらうにしろ、やっぱね、送料安い方法の方が、売れやすいというかね、こっちの負担も少ないし売れやすいんで、猫ポス、使うといいかなと思います。でね、その先、もうね、提携の何十円とかそういう値段を、ケチんなきゃ売れないという商品は、そもそも売ってもあんまお金にならないですし、仕入れとかね、不要品の販売で、取引方法に慣れるというのは若干ありますけど、ただ値段に厳しい人ほどね、トラブルも多いんで、このね、月5万、10万儲けようと、しかも副業でできるだけストレスなく儲けようという場合には、一層提携会じゃなきゃ売れないような商品はね、扱わないというのをお勧めします。だからね、ヤフオク使った場合は、仕入れも、販売も、追跡番号あり、保証ありで、ストレスできるだけ少なくやると。でね、いつ届くかとかね、ちょっと遅れてるなとか、たまに配送事故があってね、その損害が、送料の加算分より少ないんだったら、そっちの方が得ですからいいですと。精神的にはへこたれませんという強い心を持った人なら、安い方法でね、合理的に判断すればいいですけど、私としてはね、できるだけストレスなく、ちょっとしたことで人間へこみやすいんで、できるだけそういう負担をなくして取引するといった意味では、もう追跡番号付きの、保証付きというのは必須かなという気がします。そんなわけで、ヤマト運輸がね、ヤフオクと提携しているサービス、ヤフーパックですか、ヤフ、えっと、ネコポス、違うね。ヤフネコパック、ね。割と、便利で値段も安いんでおすすめです。また、使い方等ですね、わかんない場合は、画面キャプチャーなり、売ったもんとね、いくらで売って、持ち込みできるとかできないとか、また言っていただければ、使い方とか、どこがいいとかいうアドバイスはまた別でさせていただきますんで、お気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。